皆さんこんにちは。今回は三大改革の続きの部分ですね。完成の改革あるいは一期のあたりを中心に確認テストを見ていきましょう。<music> はい、それでは四角の一番括弧の一から穴埋め形式まず見ていきます。括弧の一です。十一代将軍徳川家成の元で家成ね。老中の誰誰が 田沼時代の政策を変えて新しい政治将軍の権威を重んじる幕府の権威を重んじる政治っていうのをやってきましたもちろんこれは松平その部官政の改革ですね、まあ、こんなのが田沼行次のあとなんですよというところを確認して次いきます。はいそして 基金に備えて、まあ、その前のね天命の基金というのが大きかったんですがそれに備えて大名のところで強制的に米を蓄えさせるということをやりました大名一万石につき何石の米を蓄えさせる何とかのせい、まあ、蓄えさせるのは過去い米そして一万石につき50石去、ね、い米のせいということでしたちょっと前の共法の改革の揚げ米は一万石につき百0石を幕府に差し出す 完成の改革の囲い毎は一万国につき五十国を囲っとくんですね、貯めとくんですね、各地元でというのをしっかり区別してみてください。はい、続いていきましょう。括弧の三番です。千七百九十二年、十八世紀末ですね。ロシア皇帝エカテリーナエカテリーナ二世女性ですね。名前を受けたアガ。 イにやってきてき通称要求幕府はこれを結論拒否しますけれども誰がラクスマンがそして「イ」に来航し場所は「根室」ということでした、まあ、とりあえずここではどうにもならんですよなんて長崎に行ってください長崎への入港許可書なんかを渡して結局ラクスマンには帰ってもらったラクスマンは漂流民なんかを連れてきていたけれどもねとそんな話でした。 はい続い続ていきましょう4番です江戸時代農民が領主、まあ、大名ね幕府とか、まあ、そのでした役人とかを襲ったりするなんとかが各地で行われ17世紀には困難さらに18世紀に関しては困難というところでまずはこれらを総称して襲う相手が領主などということで兄は百姓一揆百姓一揆、まあ、襲う相手が例えば米屋さんとか氷菓子だと場合によっては打ち壊しとかね 同じ農民同士で豪農立地の承認を抑えばまたこれはいわゆる村方騒動の可能性もあるけどここでは領主などそしてその百姓一揆で最初は17世紀百姓全体の要求をまとめて領主への直訴を誰が代表者名主が行う代表おっそ型一揆というのが多かった。でこれ18世紀江戸の中期になっていくと農民が団結して放棄する大規模ななんとか こ、まあの「代表素型一揆」に対して次ここでは18世紀では「総白書一揆」という形態のものが多くなっていったそんな流れそしてその後の世直し一揆につながるんでしたね。はいそれでは四角の2番一問一答形式見ていきましょう。括弧の1番からです 完成の改革における政策というところになりますね。一二三四 a. B. C. D. 四つもあります。石川島に設置した職業訓練などを行う。まあ、いわゆる無宿人対策、ホームレス対策でした。石川島は江戸だよ。ここに集めて、そして職業訓練なんかをさせた。これが人足寄せ場の設置。人足寄せ場の設置。から b. 旗本御家人御家人救済のために借金を帳消し。 まあ厳密に言うと6年以上たった古い借金についてはチャラにしよう帳消しにしようこれが期限令漢字ちゃんと書けるようにね「木」の字「円」の字ちゃんと書けるようにね。C「制御を持たない者に資金を与えて農村に帰らせると」これはまあもともと田舎から江戸に出てきてホームレスをしている人へのホームレス対策という話でしたこれ奨励ですからお金あげますからって結構優しい政策でもありましたね。これが の,例の例昔の里に帰って農業したらどうですかと。最後 D 都市に町費の節約町の町内会費を節約させその節約させた分のうちの7割を災害対策に使うんだなんて言って積み立てさせるこれを「七分積み金」とか「七分金積立」注意してほしいのはこれ節約したものの70%だからね。 7%って嘘ついてみたりとかね、あるいは腸内回避の7割違うからね、腸内回避を節約して節約した分の7割を積み立たせる。ちょっと細かいけどもね、こういうとこもちゃんと解けるようにしたらいいかなと思います。はい、行きましょう。一問一答続きで括弧の2番、関西関西の改革に時期に米沢藩。 山形県で「すね。で、反省改革を行った藩主は誰ですか?」とありますがこれが上杉春典別名「上杉鷹山」なんていうところも合わせて押さえておくといいかもしれません。上杉高山と書いて「上杉鷹山上杉春典」「米沢藩はどこ?」ね「山形県ね」「山形県ね」という形で押さえておいてください。 はい、いきましょう。う農民の抵抗というところで3番で番すね、えー。各地で行われた農民の抵抗 A 農民の間で、ね、格差が広がった貧の貧乏の農民が豪のリッチの農民なんかを襲ったりすることを村方騒動。村方というのは村の中村の話でそのあくまでも村の中で起こってるから村人同士でやってるから村方騒動と言いました。 支配する側の領主とかを襲うんじゃなくて村方騒動ねそして都市部で都市が多いだけで別に都市と限りませんが金融業者商人、まあ、米のね米屋さん商人とかこういったところが襲われたこういったのを打ち壊しこれ天命の危険の後天命の打ち壊しえとかボロボロになっている中で管制の改革が行われ始めるんだなんてそんな流れ天命の打ち壊しから管制の改革という流れつながりもぜひ押さえておいてください。 はいそれでは四角の3番ですね正誤問題を見ていくことにしましょう参ります、えー。次の中から一気について述べた文として正しいものを選びなさいということです。まず一番からいきましょう。百姓気は幕府や藩に軸足を合租するのが一般的。村役人や証人を襲って居宅を打ち壊すことはなかった。とありますね。もうなかったって言ったらね。 江戸時代の百姓行きって実は合計で3,000件とかあるんだけどその3,000件の中で絶対にやっぱこういうのはちょっと難しいんだけど自信持って罰って言えなかったとしても罰臭いなとまあ分からんけど罰に近いんじゃないかなとそこまではなんとかたどり着いてほしいかな結局そんなことはないこういう場合もありますから罰と。 と,いうところですねなかったって限定しているのはなんかちょっと臭いぞ臭うぞってね、まあ、そんなイメージを持っていくといいと思います2番百姓一の発生件数は開幕当初開幕じゃない開幕ね幕府が始まった当初が最も多くこの後その後徐々に減っていったうんこれも違うだんだんと増えていったねん、まあ、でかっていうとこれ幕府の権威というのがだんだん落ちてくるんですよ。 で幕府が絶対的に圧倒的に超強かったらなかなか反乱を起こさないんだけど幕府が弱ってくると「なんだ幕府師匠ボイジゃん反乱を起こしても大丈夫なのか」とだん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 ねこの幕府に対するまあこれはあのあ一揆の,、ね、の,の数というのはあるいは藩に対する一揆の数というのはその幕府の権威が落ちるのに比例する形でどんどん増えていくから。 減っていいくわけじゃないからちょっと難しかったかもしれませんけれどもね3番18世紀半ばになるとそれまでの「総白書一揆」に変わり「代表オスト型一揆」が増えたうんこれは「×」にしたかったなどうでしょうか最初は「代表オスト型一揆」って言って村のリーダー村長さんが村民のために村人のためにところがこれ「総白書一揆」に増えていくんだけどこれ逆になっちゃってますよね。その後総白書1期になっていくんですけどこれが逆だから 四番幕末期には社会的変革を求めて各地で世直し危機が起こった。まあ、これはその通りね。世直しだ、世直しだ、世直し危機は社会的変革を求める。だから、一番、二番、三番を自信持って罰にするのはちょっとむずいが。四番を自信持ってもある。いうふうに言えるように、できれば、それで分かった。言い換えると1、一二三番なんか分かんなくても。 ちゃんと世世直直ししいうのは直しだね社会を変えろ的なそういったものなんだって分かっていればもうそれで答えが出ちゃうんだよね。というわけでやっぱりこの単語の中身これは何ですかっていうのをやっぱり意識する勉強というふうに少しずつちょっとこの江戸時代ぐらいから変えていくことが必要だということが分かってもらえたでしょうか。はい とということで完成の改革から百姓一揆はね結構なんかほら現代語が多いじゃない代表おっそた一揆とかそういうこともあって苦手にする人多かったりするからいつもの話でごめんなさい一回ガッと覚えちゃうね、えー、代表おっそた一揆装備役姓一揆世直し一揆これらをまとめて百姓一揆というんだ。 漁師とかを襲ったりするのがこの百姓一揆なんだと覚えてしまうとやっぱりみんなができないとこ絶対点取れるようになるから踏ん張るところちょっとねイメージ持ちにくいかもしれないけど図録とかであ,あこんな感じ一揆の様子の絵とかね見ながら覚えていくようにしてみてください。